はい本日のアンケートをですねあなた穴に落ちたことありますか ?A ある物理的にあるよもしくは精神的にとかね罠にはめられたとかね、うん、A があるはい B がないいやいやないでしょう穴に落ちるってでもちっちゃい時結構みんな落とし穴とか作ってた記憶があるんだけどなはい B がないさあそして昼ぼけ農大45歳様ランチ についてくるおまけって何いいですね四十五歳サマランチっていうのがあるんですねこれにおまけがついてると何でしょうかねはい。懸命に昼ボケと忘れずに本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてくださいゆたしくはいセイヤどうもありがとうございましたセイヤさんはい。穴に落ちたことあります穴に落ちたこと穴っていうのはうん。 あの穴ですよね。何の穴ですかあの穴ですよね。ホールの穴ですよね。そうですよね。よかった。いや、いろんな意味を考えたんです。うん。穴に落ちた。ああ、はあ、はあ。ってなると、落ちてることあるなっていう、落ちた経験もあるなっていうのもあったし、でもそんなこと聞かないよなって思うと、ホールに落ちた。はないですね。はまったはあります。それは何 あ穴にはまった。そう何？そう何？絶対今あのあれでしょ。あの感覚的にイメージした映像って僕がお尻入って抜けなくなったっていう絵でしょ。そうですね。でしょ？違うの？違うよ。何何何？自転車です。ほう。自転車でこう窪地があってタイヤがガコンってはまってしまって宙をまうっていう。あら。はい。え最近？あといや。 えと学生時代もそうですし、うん、自転車乗り始めたあの社会人になってもそうですねあら、はい、なんで見てなかったの見てるんですよ見てるけどい、うん、けると思っちゃうあーそういうとこあるよねい <laughs> けると思っちゃうっていうところあるよねえいやそういうところあるいやいや僕いけると思っちゃうところあるよね <laughs> なんで同じこと何回も言ってるんですか <laughs> え、行けないのに行けると思っちゃうとかあるよねまあそうですね、うん、まあ無謀というかチャレンジャーというか変なポジティブっていうかね <laughs> 変なポジティブうん,うん、うん、いや行けるって思った時は行けることもあるから行くんですようん。いや行<う>けない時もあるってことだよね行けない時もあるそうそうハマる時もあるじゃ避けた方がいいんじゃないのほらそこはなんかこうなんていうの 狙いたくなるじゃないですか俺ならいけるぜって思いたいその自転車で穴にチャレンジすることそう人とは違うぞって思う他にあるだろいやほらあの今は最近はやってないですけど昔ちょっとやってましたよはいんかこう変なところにボールがいってキーがワーッてある中で前に乱立してたらうん この間から通してやろうっていうそんな実力ないのによ。うんうんうん。分かるよ。自分が打ったらと抜けていくだろうって思いません？僕は抜けるイメージはあまりないけど、でもチャレンジはしたくなるよね。それと一緒。同じ。ああ。そう。他にあるだろう。もっといろいろそういうとこじゃなくて、自転車とかゴルフじゃなくて。うん。な何？生きていく上でというか。生きていく上で。人生でというか。うん。 もっとチャレンジすること他にあるでしょう。別にそんなタイヤ,タイヤ自転車のタイヤはまるようなところじゃなくて。<laughs> いや、そんいやもう結構チャレンジャーよ。僕チャレンジャーで結構、うん、あのー、学ぶタイプ。な <laughs> どういうこと？チャレンャ、うん、チャレンジして怪我して、うん、ああしまったって言って、うん、学んで大きくなるタイプ。あそう。はい、じゃ失敗するんだね。失敗するよ。失敗するんですけど。うんうん だから多分あのヒープンさんとかちょっとね、はいあのー、そういった達観、うん、した方々から言わせると <laughs> 僕がが失敗しててることに気づいてないな可能性があるっていうえあ違う違うだから「お前気づいてないよ失敗してるよ」って思ってることも、うん、僕自身が成功してると思ってる節がある。 はあ要するに他の人から見たら失敗してるけど本人は成功してるって思ってるってことねそう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 多々あると思うよほぼほぼそれじゃないかなって思うけどいやそうかなこのこの時間に関してはほぼほぼそれだと思うよそううん僕勝率8割ぐらいだと思ってるんですよ まあ、何をもってして勝率かってなるけど。損はしてるはずよ。それもそうかも。それはそうかも。わからん。もしかしたら買ってるかもしれんけど。損はしてると思う。損はしてる。損しかしてないと思う、俺は。そうか。だかこの時間は。自由に僕とせいやが喋って。せいやが損する時間なんですよ。 マジで、そうそうなの？おお、なんかそんな感じになってるよ。あら、じゃあヒップさんも損しましょうよ。一緒にお穴に落ちていこう。いや、どんなセリフやね。<laughs> ダークサイドに落ちていこう。それかけ落ちする人のセリフだもんいやいや、あなん、うん、そうなんだよな。お、そうそう、俺一緒に喋ってるけど、はい、なんでかな。なんでそうなってんのかな。<だ>なんでセイだけ損してんのかな。で <laughs> <laughs> なんでなんでですかいやなんでなんで僕だけうん別に俺なん,なんていうのわざと罠にはめようとか、うん、そんな何も別に意識して投稿はしてないんですけどなんか結果ね落ちていくんですか僕勝手にうん <laughs> 穴にじゃあ僕穴に落ちたことがあるとかじゃなくて毎日落ちてません、うん、むしろもう聖夜が穴なんじゃないの <laughs> ブラックホールというか <laughs> そうなのえいろんなのこう吸い寄せてるっていうかそうねダークなのダークは違うけどエネルギーは吸いいた人のエネルギーも取りたいそう例えばどんなエネルギーを吸いたいのえっと長峰からの気品さとか吸いたいね月曜日に吸ってるはずなんですけど足りてない朝もちょっと聞いてましたけど足りてないの全然足りないですねそう も、ま、前から不思議なんだけど。はい、なんでカーナーとか、うん、杉原愛ちゃんとかを、うん、一緒に並べるの？陳列棚が違うんですよ。一緒でしょ？<laughs> いやいやい <laughs> 何のジャンルだよ。人類違う <laughs> え人類だった。同じ棚ですよ。<え>何の棚で今分けてんの？何の棚卸しで今こんな配置になってんの人気商品？ <laughs> <laughs> ほらなお前自分でそうしてるし <laughs> なな俺別に何にも言ってないけど自分で自爆してるからね言っとくけど <laughs> 何が人気上位 <laughs> よく言えたなやいやだってね陳列だないっつも思思うんだよね必ず並べる時愛、うん、ちゃんかカーナーやんばい絶対後ろですよそれもあ、<は>彼女たちは後ろだよ僕の後ろだよ

前を前を私が上を樋口俺が上だデジとぼカちゃんも損してるやしお前のおかげでゃな何を名前出してくれてる場合一人でも落ちていかないデジャッサや飛びひそ運動や樋口もういいよ樋口ありがとうございましたありがとうございましたもう自分だけじゃなくて人も損さしとんだよデジャッサやーや はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから久高かせアナウンサーでしたさあティーサージパラダイス本日のアンケートをですねあなた穴に落ちたことがありますか A がある B がないというアンケートですねさっきもちょっと言いましたけど新年度になってディレクターが変わりましてね旧市との形式も変わりましてわ、えー、かる方はわかる大城くまさんがディレクターですよねはいと <laughs> 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 はい行きましょうかねはいあえっとね落としじゃありますよちっちゃい時はいえっと作りもしたしはいよく作ってましたね隠れて落ちるかなーつってずっと見てましたねあはい行きましょうえ毎、ー、日のお時間皆様お疲れ様です拙者のラジオネームは三代目レップタイウラソイシスこんにちはアンケート A 接社ラジオネーム三代目列封隊浦添支部のお仕事はペンキ防水の塗り塗り屋さんあなってか地下ピットの防水作業をしている時に開口部に木製の蓋をされて蓋を踏んだ瞬間地下ピットの開口部から落ちた1メー,ターぐらいの低い地下ピットだったから助かったさ手元足元注意周囲の確認で作業しましょうでは接社2人でごじゃるマジで危ないやつだこれはいありがとうございます 1m、うん、でよかったね俺 56m あったら出ちゃったんどうやあーはいいやいやあのー、現場のですねこういうのは本当に気をつけてくださいようんヒーブさんこんにちはマッツンですこんにちはアンサー A うんテトラの穴に3回ほどありますいやーこれも痛いやつだな <laughs> 昼間は落ちたことないんですがその3回とも夜釣りでタマンを狙っていて かんな味釣れなくて居眠りしちゃっている時に限って急に食ってきてピーピーピーなるヒットセンサーの音に飛び起きて寝ぼけたまーま竿まで走ってストンっていう感じです左足に残っている10センチほどの切り傷の跡を見るたんびに68センチの玉を思い出しますじゃあ今週も読んだら頑張りましょうリスクが大きい大きすぎるタイトルもすごいですねヘドミサキの崖から転び落ちて 膝の皿を割ったことも。もういかんほうがいいだろ釣り。<laughs> いや、これ。全然引き合ってえねえんだ、おや。六十八センチの玉とや。いや、まあ、大きいけど。うん、これ引き合ってない。これ。あの、いい、俺。四十センチでいいから、怪我しないほうがいい。<laughs> もう、大変だよ。 皆さんこんにちは4月新年度スタートしました「何も変わりませんが」の東京から春アットマーク沖縄中毒ですこんにちはしてアンサー A ですそりゃ T サージパラダイスラジオ沖縄ヒープさんっていうキーワードの穴沼にハマってますよねそして今また「フェンス」というドラマ沼にどっぷりと使っています出演者も沖縄に関係がある人がたくさん出てきて魅力的な上に内容が沖縄の本当の辛さや苦しみが伝わってくるとても素晴らしいドラマだと思います ワウワウのドラマね日米関係の現実など沖縄を知らない人たちにも見てもらいたいと願っております地上波放送は厳しい内容なのかな毎回息が詰まる思いをしながら真剣に見ていますがますます沖縄の事情を知りたくなりましたはい。ハローアットマーク沖縄中毒さんありがとうございますもう今3話ぐらいいってるかな本当にね知ってる人がいっぱい出てくるんですよ沖縄の、うん、あのわざとあのプロデューサーの方がねプロデューサーの方も沖縄の方がいて 沖縄の役者さん使いたいっていうことで結構綿密なリサーチしていろんな方が出演しておりますね僕も出てるんですけど春さんだけが当ててくれましたね、えー、まだ出ると思いますよあと何回か僕ちょこちょこっとね、はい。じゃあ一旦コマーシャルいきますかねはい、はいえー、本日のアンケートですね「穴に落ちたことありますか?」「A がある」「B がない」 パッとツイッター見てたらですね、えー、馬之助さんがですね穴に落ちたことはないけど穴掘りの検証はしたことがあるよ刑事ドラマとかで犯人がやっちまって山に穴掘って埋めるさあんな簡単に人一人入る穴スコップで掘れるかってなって畑に穴掘ったことあるよとりあえず1時間ちょいで掘れたよ、はい、実証実験ですね中は入れてないですよね <laughs> <laughs> 無が <laughs> 安心。暇だった。あろけ。でけえな議論やれ <laughs>。はい。青霧みかんさん、ひぶさん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日のアンケートへあるよ。でも子供の頃よ。昔は空き地やらなんやら子供が遊べるところがいっぱいあったさ。そこで、近所の頑張ら男子の掘ったお年玉に落ちたことがある。今は掘れるところなんてないから、本当に昔のいたずらだよね。 あ確かに確かにね空き地があんまりもうなくなったなあ,あったとしても入るなってなってるからねうん,んはい青木みかんさんありがとうございますうん3 0ンチぐらいかなの落とし穴しょっちゅう作ってたなであの上にこの木の枝をこ格子状に置いて。 ほんで葉っぱ置いたりとか、薄いあの一部ベニヤ敷いて土かぶせたりとか、いろいろやってましたよ。はい。うん、一個作ってこれ落ちた後に、えー、やったし、何でかやっしゃすんだって言ってもう一個あるっていう、もう一個落ちるっていうのもいろいろやりましたね。あれ楽しかったな。うん。ヘイヒープ皆さんごっくんちょヒープミー,ーです。こんにちは。ヒープーさんお気に入りのあの花屋さんのオーナーは。 ワンの手裏中の中マスクやあっそうねえアンサー A「T ーサージパラダイス」っていう落とし穴にはまってもう十何年になりますよニヤニヤあと中学時分カーチュー落とすっつって空き地に穴掘ったけど人力では足一本分しかも膝下までしか掘れんかった大体そうよねそうそうそうヤシが奇跡的に落ちたカーチュー落ちた時確かに膝が逆に曲がったけど あのあと終わった輪切り寄ったさ輪切り寄ったやつさえっひやみち東北首里城全ての被災地、うん、膝が逆に曲がったけど追っかけてきよったってことおおこれはもう。 ウォーキングデッドですね <laughs> 怖いよ怖いよや <laughs> 膝逆関節に曲がって追いかけてきた怖いだろ一番怖いだろこれカーチューこれ本当に同級生のカーチューかこれちゃんと確認しないとカーチュに見えて別のもんかもしれんどうやウッドルサナレーや <laughs> 怖い怖いハイサイヒープンさんビールジョグですこんにちはアンサー A うーん。ワンはないけどワンの音が寄ってから 道の側溝に落ちたの思い出してやつさ買った携帯3日でおじゃんやたんわンも階段から落ちて現在こんなあだし穴ではないけど落ちたっていう意味でおんなじやせやんああ中悪い弟おんなじっていうのは気にくわんやつさ弟の名言都合のいい時だけ利用してからにお願いしなくても文句お願いしても文句やわぬやんば最後はもう完全に文句大会になってますねビール上空さんはいありがとうございますなんで弟中いよっけ うんそっかビル・ジョーコさんあの骨折ったのってあれ階段から落ちてただ,だったっけ ?D じゃって一切安心やあっしん気をつけないとやっと今あのチーム骨折から離脱したんでしょ病院でチーム骨折っていうチーム作ってるわけよ骨折れてる人同士でして WBC 見てからわわわわしが手を開けてあががそう待って <laughs> <laughs> ルソ<ー>が <laughs> これ入院して伸びんどうやん マジでよかったさも退院して「ヒープ遊ぼうルパンがいした藤子ちゃんだっちゃこんにちはうんあるってば今でも鮮明に覚えている子どもの頃余儀のボインボイン山に遊びに行った奥さんまあやが俺ボインボインみたいに2つあるわけ山がえそしたら黒い犬に追いかけられて必死で逃げたら穴に落ちた何の穴だったのかは分からないけど結構な奥さの穴だったよ 鮮明に覚えてるけど夢だったのかなあ書いてあるボインボイン山は余儀の炭鉱跡ねあれボインボイン山って言ってのなあの人ええー。はいありがとうございますあの現実か夢かわからんっていうあるよねこんなのねはいこんな記憶あるけどあれ本当だったかな夢だったかなっていうのねあるよねうん はいありがとうございますなんで穴が掘られてたのかな謎の穴です。皆さんこんにちは山梨県在住ラジオネームここから ROK、OK、が見えるですはいこんにちはアンサーは A です私の住んでいる地域は風光明媚な景色が広がり清流が流れ民家もまばらな静かなところです少し山に入ると鹿、イノシシなどの害獣が現れます いだに漁師が30人ほどいてここに狩猟の罠のため穴を掘るんです私がまだ中学生の時です早朝父と山を,歩山を歩いていましたイノシシの足跡に気を取られて歩いていると視界から父が消えドスンと衝撃落ちたんですすぐに父に助けてもらいましたがいや後にも先にもあの瞬間の土にまみれた感触今でも忘れられません イノシシと鹿に感謝をしつつ我々は生きているんだなと実感しましたそれでは八ヶ岳の麓より ROK、OK、送信はいここから ROK、OK、が見えるさんどうもありがとうございましたうんタイトルここ山梨は人より鹿の方が多いんです前そういえばねメール送ってきた時山梨は人がいないんですって言ってましたよね <laughs> いるよや <laughs> いるだろう。<laughs> はい、相当相当山やさやうりやえー、大丈夫だったんだねこんなイノシシの何だわな,んな罠に落ちてはーしあの乱暴とかがこのジャングルで足縄でビヨンってやるあんなのとかないよね <laughs> どんな説明やかうりはいコマーシャルですツイッター金曜定期便さんが 落とし穴掘るときって勉強力なんぬでもターゲットのシ C 者の動線体重性格など天才物理学者並みに計算して計算通り落としていきますよね、うん、確か相当計算するな相当あれ頭使うよあの上の蓋がよこの中にバーンって落ちてこないようにギリギリのラインでしかも人間が踏んでバンって割れるぐらいの強度にしないといけないから <laughs> そうなんですよあれ結構頭使うんですよ、うん、はいでわざと ダミーのそれっぽい落とし穴っぽいのをわざと作ってそこを避けたところに本物を作ったりとかね。ああ頭脳戦、頭脳戦。脳線ヒーブさんこんにちはチーム運びは四軸定消愛好家ですこんにちはえアンケートはこれは A かなうんはい昔昔海中道路がまだ片側一車線だった頃。 夜に車で走っていたら橋の上の道路の穴に気づかずに通ったらタイヤが穴に落ちてアルミホイールを曲げてしまいました。パンクはしなかったのは幸いだったけどめちゃくちゃへこみました。うーわー、これ相当ガン見かしたるな。リムが曲がるぐらいってこと？あいえな。死にショックこれ。はいありがとうございます。あでも本当にイーバーパンクしなかったですね。パンクしても帰れないからもんね。うん。 ハイサイティ T サージの落とし穴にはまってなかなか抜け出せないヒージャーパイセンやイビン早く幸せ島に行きたいかっこ妖怪人間風に。コンシュームいたしくです。だから何回も言ってますけど。あ、じゃあ入れないってば。そうそう。上陸できないようになってるんですよ。して、今日のアンケート A。わらばあの頃落とし穴掘るのがデージ流行った時があって、どんどん落とし穴が巧妙に進化していったから、定言はまっていたな。おすすめは、泥タイプ。落とし穴に泥を入れて。 上に砂とかまぶしたらほぼ気づかれんよ。して、漆のマンブうは落とし穴深く掘りすぎて自分が出られなくなって警察まで読んでの捜索になってたな。フラーだね。はい、ありがとうございます。<laughs> <laughs> お相当掘ったな。<laughs> 何時間かかったのかな、これどうが出られんくなるぐらい掘るってやろ、これ、マンブうよ。 はあまあ、あっちこっちにまんぶっているけどだいたいこんな役多いんだよなまん <laughs> 皆さんこんにちは家島さんのクールビジネスこんにちはいやー晴れてよかったなあからの早速のアンサーは A 昔外線これ外部ってことかなの仕事をしていたことがありまして電柱を立てる穴縦 3m ぐらいのやつに落ちましたえっ、ー 電柱のケツを持って穴に往来往来してたらそのまま自分が垂直に落ちました先輩はいきなり自分が消えたことにしかびよったんですけどすぐクレーン部分で吊り上げてくれました万歳したような形で落ちたんだけどそのままの形でクレーン吊り上げされて無事生還穴もまぎまぎはで掘ってたから太ってる自分もすっぽりでした以上そのような本当の話でしたはいええー 電柱立てるための穴3メートルに落ちたあーはいありがとうございます、えー、よく大丈夫だったねあ,ーあ結構島条理ですこんにちはアンサー A 何の穴かはわからないんですが穴が掘られていてカラーコーンも置いておらず穴に気づかずに落ちました工事中なら工事中の立て看板があるはずなんだけどそれもなくドゥア味してましたよ擦り傷だけで済んだんだけれども打ち所が悪かったら大変なことになっているよ 今埋められていていまだに何のための穴かわからないですなんかこれ <laughs> <laughs> どこによどこに何のためかわからな穴があるわけ何もからこうン儲かねいでうとるさよやマーガルに繋がってるのにこれよく生還できたなや <laughs> 次の日通ったら穴なかったみたいな話やなに、ね、これ、えー、大丈夫やみや <laughs> はいじゃあコマーシャルです ツイッターでヒーフーミーさんがアンサー A とイサタイヤーのニ2が言ってたよぼっこいよりもへこんでる穴の方がパンクしやすいってよ、うん、まあクガニ言葉ですよねぼっこいよりもへこんでる穴の方がパンクしやすいあとビン・ディーゼルさんがマナバ番マンブーって書いてますね <laughs> <laughs> そうねマンブーねはいえー ギブさんハイサーいつも美人の味方チームアヤコ代表取締役エロザエルですはいこんにちは早速アンケート B、うん、おいない俺自身は落ちたことはないけど何年前かな歯に穴がいっぱいあってしっち食べ物が落ちて取るの大変だったいい具合にハマるから取れないわけよケイガナーさん早く歯入れないとでは時間まで頑張ってくださいはいエロザエルさんありがとうございますあのー 歯なかったんですよ歯入れたんですよ歯入れたから歯入れてない人に対してデイジ威張ってるんですよ <laughs> <laughs> デイジもなんか俺をやり遂げたぜみたいな感じになってるんですよ <laughs> 鴨の歯ですはいこんにちは雪国に住んでた頃はあります A になるの土の穴じゃないとダメなのいや雪でもいいですよ 雪が積もると例えば速攻とかの上に積もったりすると雪で分からんけど下は空洞そうかっていうことがあって結構頻繁に落ちてましたこれ怖いな長靴は履いてないとコンクリートのエッジ部分ですねをすりむいたりしてマジで痛いんです 2m ぐらい積もっちゃった時に公園にウェーイって言って入っていったら半円形の運転の位置を忘れてすっぽり落ちた時はお尻とお股が痛かったな今考えたらお股で引っかか,かってよかったな 下まですっぽり落ちてたたら死んでたかもなえどういうこと音程の上から落ちたってことじゃあ肺炎系の雪が積もってて怖っさよそう雪降ったら分からんねえ中に何があるかねこれはちょっと沖縄では分からない感じですねうん怖い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 、えー、皆さんこんにちは SO と申しますこんにちはえー、早速アンサーへ 子供の頃に砂場で落とし穴に落ちたこともあるし、大人になってからは現場で天井を張る作業の時に、足場板と足場板の間に落ちたこともありますね。あれ、人が落ちるの見たら笑うんだけど、自分が落ちたら死に痛いんすよね。ひぶさん、どこかしら、万丈金で刺したことあります痛い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 。あるかや。あるかや。痛いもんこれ。え、は、っ、い、と怖いもん怖い怖い。気をつけてください。現場は。 皆様こんにちは。ガチマイヘビーです。こんにちは。アンケートを A。あげおととい俺が落ちるの見てたの水道パイプを直すために自分で掘ったところにはまり足くじいてやばかったやつさ。これも現場やし。はい。ガチマイヘビーさんありがとうございます。ドゥで掘った穴に落ちる。<laughs> 気をつけてください。本当にもう怖いよ。はい。じゃあ続いては沖縄ホームメルおしゃべりキッチンのコーナーです。どうぞ。 はい1時になりました T ーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転も是非安全第一でよろしくお願いいたしますバン、まあのコーナーえー、ラジオネームエロザイルさんの昨日のテレビにババン桃太郎のことをやっていて家来ライの紹介が犬生地猿の順何時猿が最後か猿はトップやさんに何も分かってないな 教会長からのやっぱりね猿を代表しての教会長のこれあれなんじゃないのキャラになった順番じゃないの違う犬ヶ崎じゃなかった違うかね確かねねそうですよね安心は知らんけ <laughs> はいありがとうございますさあ本日のアンケート穴に落ちたことありますか A ある B ない そして「昼ボケ農大」「45歳様ランチ」についてくるおまけって何これもすごいですけどね「45歳様ランチ」っていうねはいこちらは懸命に「昼ボケ」と忘れずに、えー、メールで参加する方はヒップアットマーク r 沖縄 .cword.jp 電話がですね「098869の8640」86 86はい「ファックスが098869の 二二零二となっておりますのでまだまだ張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよさあでは皆さんのお誕生日をですね晩御飯してからにお祝いしますよとはい久しぶりですねウルマの L 九百のりさんはいこんにちは、えー、あなるほどここ読めないですね。 えー、そして今日シーサーの日は自分の32回目の誕生日ですそろそろコロナの規制緩和しているから、えー、久しぶりにオーケストラの皆さんのやつでお祝いしてほしいさ、えー、では時間まで縛りようということでねあーオーケストラの皆さん今ちょっと、ね、出稼ぎに出ててですね招集が今ちょっとかけられない状態なので、えー、僕のやつでやりますねはいはい「うるまの L900 のりさん30まだ32歳やんば?」。 いや、そうだよね。だって、ずっと20代前半ぐらいなんていか聞いてるもんね。うわ、10代からかもしかして。すごいなはい。32歳のお誕生日おめでとうございます。では、えー、4月3日、シーサーの日やってるんですね。はい。お誕生日の皆さん、まとめておめでとうございます。えい。ハッピーバースデー。 はい。本日お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で、うん。そしてデイジ笑える。楽しい一年になりますように。おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。さあ、じゃあアンケート。あ何に落ちたことありますか何ねそれっていうね。A がある。B がない。ラジオネーム亀仙人です。ヒップさん、こんにちは。こんにちは。今日のアンサーは A です。 ウミガメが掘った穴に落ちたことあるなあいつらはあちこちにダミーの穴を掘るからねええ、そうなのカミセニさん本当にあのウミガメの研究されているのでだからですよねなダミーの穴ってどういうこと卵ここに産んでるよみたいなダミーの穴掘っといたら天敵がそこに行くからってことねあはー天敵って思われてるんだなカミセさん <laughs> <laughs> だってそうさダミーの穴に行くかってんだに <laughs> レジこっちはね一生懸命ウミガメのために研究してるのにねああやっぱいろいろ工夫してるんだなすごいね、はい、さあでは一曲いきますかねはあんだこれこれこっちがアーティストだよね多分ねそうだよねもう最近これが多いんだよなどっちがアーティストねっていう <laughs> いきますねえっ、ー、とね「フルーツジッパー」で「私の一番可愛かわいいところ入りました」はい。 フルーツジッパーで私の一番可愛いところっていう曲をねラジオから浴び出しましたけどねうちのディレクター大城隈さんが今ハマっている曲なんですねフルーツジッパー果物チャックですよねだからねさあ <laughs> <laughs> アンケートやりましょうかね、はい、あ何落ちたことありますか A がある B がないはい <laughs> すごいな こここののアンケーートでんんんんんなににいいっぱい来るんですね <laughs> <laughs> ラジオネーム合わせささ皆ちは,こんにちは落とし穴と定義していいかわからんですが多分アンケートは A です20年近く前高校生だった時友人の家に遊びに行く途中野良犬に追いかけられました突然の出来事で野良犬に気を取られて前を見ておらず自転車ごと農業用水路に真っ逆さま 幸いなことに下には草が敷いてあり怪我しませんでしたが一瞬マジで死んだと思いました僕を追いかけた犬は水路に落ちた僕を見て驚いたのか尻尾が丸まっていましたなんでお前がビビってるのかとため息をついて体についた草と泥を払い友人の家に遊びに行きましたそれでもやい今回遊びにいいなわわわわ おおやべえこいつ <laughs> 犬がビビるっていう <laughs> ごめんな俺が追いかけたからかごめんなっていう感じになるっていうね <laughs> 面白いな犬ってあれなんだね人がなんかあがみたいなのなってもビビるんだな、ね、犬ってね <laughs> 面白いな今ン,コン今日も空いてますかチームポッテガスのオレンジ団地ですこんにちは空いてますよ 結構慎重派の B だね。逆に、穴に落ちているフラー・インゴアを助けたことがある。それは、バヌアツという国に仕事で行った時に、2メートルぐらいの大きな穴に犬が落ちていて、板を置いたりなんやかんやで助けた。助けられて犬はまっしぐらに逃げていったけど、2時間後にお礼を言うかのように近寄ってきた。バヌアツ犬を助けた初めての日本人として、歴史教科書に載るかな。 マーヤがバンナツって、<laughs> これな国の名前バンナツって、こっちにいるのはバンナツケンっていうの違うだろ絶対。<laughs> <laughs> まあまあ珍しい身で助けたあるな。二時間後で帰ってきったわけあ。何かもらんかった箱みたいな。<laughs> 開けたらダメだよみたいな。<laughs> はいありがとうございます。ええー、そうなんだ。 日本でも珍しいけどね外国でこんなのやってすごいね、はあ、はい、えー、こんにちは最近朝顔を洗い始めて3日で終わった小橋です脱湯蔵キラキラあら、うん、えマジで <laughs> アンサーえめっちゃ熱出てる時に病院行くって言ってからお家の階段を降りてたら死にボサボサ羽ごの野良犬と遭遇して こっち向かってきたからフラフラしながらダッシュでお家戻ろうとしたら階段から落ちてから足の指捻挫「やれやー」って言って見たらや犬がいなくなってたええー、はい犬コーナーよ <laughs> <laughs> なんかこの犬コーナー <laughs> あーいいな死にボサボサのハゴのラ犬 <laughs> いやこれ悪口ろうや <laughs> はいありがとうございますいなかったってどういうこと <laughs> ミーバッペってことそれとも逃げたってことそれとも何幽霊幽霊だったらボサボサじゃねえと思うんだよね一応 <laughs> はいありがとうございます <laughs> みんな犬にやられてるな定言やられてるなみんなな <laughs> はい、えー。皆さんこんにちは葉桜八割の東京から国分二の加トちゃんですああもう散ってるのかはい 早速今日のアンサーは A。茶壇の宮城海岸、満潮になると岩と岩の間が穴になり、そこに落ちると無情に次から次に波が来て抜けられないことがあります。ヒープンさんも穴で波に押されて膝をぶつけてハーしてってなったことありますか。ではでは新年度も楽しい放送をよろしくお願いします。とといいうことで、はい、国分寺の加藤ちゃん、ありがとうございます。 う,んうわもうあんなもうなん海のあの岩とかで転んだりしたらレイジー痛いのにもうこれ何これあダイビングやるからね多分ねうん、はい、ありがとうございますいやーそっかはいいやーでもそうっすね加トちゃんよく沖縄来るからね もうちょっと慣れてるかなと思いきや、やっぱり慣れてる方でもこんなことになるわけですね。心はいつも前向きでおなじみ T パラネームともぶんです。はい、こんにちは。アンケートへ。 知らないところで誰かを傷つけ、自らも逃げるように穴に飛び込んだけれども、今度は家族のことでいろいろあり、まだハマったまあまあで上がれていません。光は見えているんだけどさ、いろいろこれからも大変だし、俺自身どんな人生歩むのかもわからないし、毎日変な疲れがあって1分ぐらいですぐ寝れてるさ。えー、ヒープーさん、新年度ミーミークージーなし、ノーミーくうじい新友もよろしくですっていうことで、はい。ありがとうございます。まあまあ、でも、1分で寝れてるんだったら、 健康だと思いますけどね、うん、はいじゃあツイッター見てたら P7 さんが「バヌアツってここ原に」っつってあのあ分かります聖人の儀式で飛ぶところほんとあそこねえこれ今見たらあれだなこのなんていうのかなこの飛ぶ塔が木で作られてるみんな怖っ草,草のつるでこれ作って きこれ自体が怖いやしもうこれいつ崩れるか分からないしこれえー、あここなのかなはいえお、ー、年あ,あ穴に落ちたことありますか A がある B がないチョリオ2ラジオネーム魔法使い3人乗りですはいこんにちはアンケートのマイアンサーは A 型エンジンの A 穴に落ちたことないことはない昔は茶落ち夢の中で昔は茶落ちスーパーマリオゲームの中で 今のところ、二次元ではあるけど、三次元ではない感じですかね。ああ、わかるわー。僕、ゲームしないんで、スーパーマリオね。まあまあ、昔、ちょろっとだけかじりはしましたけど、そんなにハマってはいないんで、あれも落ちていくな。穴にな。うーん、あの夢の中で落ちるの、デイジローや。<laughs> ひーってなる。あれはね。あれ、俺聞いたけどよ。本当にちょっとなん段差とか、この布団のあれで、ちょっと本当に下がってるって聞いたんだけど、本当かな。 あれ DG 屋だねはい。なんか最近も見たな夢で走っても走っても走れない夢 <laughs> 毎回よこれよストレスが溜まってますねみたいな夢判断だなるわけよ <laughs> <laughs> イブさんおざっすのらいぬっすこんにちは今日のアンケート A あります名護に住んでいた時に実家から夜帰ることになりました ゴーパチから北上して読み炭素のあたりでションべんがしたくなったわけ当時は近くにコンビニもなく分かってますよ分かってるけど我慢しながら運転して事故るよりはと車道の端に車を寄せハザードつけて歩道に走ったわけさ本当に漏れそうでしたらよ来なくて何も見えなかったが U 字口のでっかい速攻があったわけそれに気づかずその穴に落ちました結構深くてびっくりしたたまたまジャンプするような形で落ちたので怪我はなかったです 雨も降ってなかったので速攻には水もなくてよかったですでも用を足しながらだったのでジーパンに液体がたくさんかかりましたでも怪がなくてよかったです危ない危ない膝くらいの高さだからすぐに戻ってこれたけどさなので私はマンホールの上や、えー、施設敷地内のなんか下にある封じの鉄板の上は歩きません避けて通ります割れたら怖いさあね誰かに気づいてもらうまでうぬままだーよはい野良犬さん ありがとうございます用を足しながら落ちたってことですね <laughs> 悲しいな着地 <laughs> の勢いで漏れたのかな <laughs> ドーンっつって <laughs> 悲しいな <laughs> 何歳の時ね <laughs> はい、ありがとうございます マンホールの上歩かない誰割れないはずよ手釣りゃんもあれ早々割れないはずよはいありがとうございます <laughs> 悲しいな空中で漏れるっても悲しいんだよなはいさい川内の芋カリンとですこんにちは皆様今季も,もいたしくです今日のアンケート A うわこれなんだロードバイクかっこ自転車で約40キロで走行中 前,前走者の陰で見えなかった道路の穴に前輪が落ちたことがありますその衝撃でハンドルから手が離れて続いて落ちた後輪が穴のヘリで跳ねられていたため前方を回転して尻で着地しましたヘルメットは割れていましたが体はほぼ擦り傷だけで済みましたはっしゃ40キロこれやばいやつやしあ,、はい、ありがとうございます ハンドルが手から離れて後ろがボーンって上がってうーわーよく無事でしたねみんな死にそうなってるな大丈夫ね落ち着いてよみんなえー、皆さんヒブさん今夏は明日人生初の有給をトローパーしているイケペイですよはいアンケートはブルージャイアントミニーコヤスサーの A ああおすすめですよぜひ見てくださいはい ん逆に聞きますけど生きていて一回も穴に落ちたことがない人っているんですかね <laughs> いるだろう <laughs> 生きてたら大なり小なりの穴には最低でも一回は落ちているんじゃないですかねでもあれっすよねアニメや漫画で穴に落ちた瞬間の表現って体は落ちているのに顔のパーツだけはその空間に残っていて一瞬起これて落ちるじゃないですか落ちた時ってまさにあんな感じっすよね言われてみたら最近は落ちてないんで久しぶりに落ちたいっすね 願望があるわけ落ちたいっていう、うん、あのギャグ漫画に多いね顔のパーツが残って目ん玉だけ残ってから後から落ちてくるっていうのね <laughs> そう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 はいうんただねこれは怖いのはですねあのじは分かっててジャンプして飛び降りるのと違うのはまず「不意に来る」っていうことと「不意に来る」から「 深さがどれぐらいか予想できないから、これ着地の体勢が取れないっていうことですよね。リージ怖いね、うん。ラジオネームハッチポッチさんはい、アンサー a ということで、ヒブさんこんにちは。久しぶりの参加です。今日のアンサーは a の穴に落ちたことあるっていうことではい。えー、で、さあさっき誰かがボッコイと穴の話をしていたさ。 今の若い子たちはボッコイが通じないみたいで自分の姉が免許取り立ての長男に「そこボッコイがあるから気をつけてよ」っつってバックで注射をしようとしている長男に何度も注意してるけど彼はボッコイの意味が分からず「ボッコイボッコやあるってば!」と騒ぐ姉かっこ母親に「なんかボッコイボッコイって!」と逆ギレされれたたそそそうですのの後他の高校生にも聞いたらぼっこい何ねそれと言われたそうです。 えー、ハッチポッチさんどうもありがとうございます。えー、もうこれも死語なってんのぼっこい。なん,なんですか標準語で言ったら。ぼっこいのぼっこいは何ですかくぼみ。あくぼみはへっこんでる方ですよね。ぼっこいって出てる方ですよね。なんですかね標準語で言うと。ぼっこい。 凹凸の凸の部分ってことですね凸って言うじゃんいやいや凸あんど凸 <laughs> 余,計余計ピンとこないよやまだぼっこいのがなんとなくわかるだろう。え嘘でしょなんて言ってんのじゃ長男はぼっこいのことえ馬ぼっこいのって教えて言うさ、ね、あららららこれも死語。はあ大変だね えー、こんにちはイブさん皆さん唐辛子農家魚雷ですこんにちはこちらとてもいい天気で農作業日和ですあたった今うぐいすの声が聞こえました春ですねいいね、うん、アンケートへ軽トラが畑の穴にはまりスタックしては掘り出すことを繰り返しています私も穴に足突っ込んで転倒したこともありますまこ、あ、けても土の上はふかふかで怪我しません今日も畑に軽トラ入れてますはまりませんように 四句じゃないとダメだな。多分絶対な。ああ、はい。唐辛子農家魚雷さん、ありがとうございます。でもね、こんな楽しいんだよね。楽しいよね。この、なんていうのかな、畑に四個の軽トラ入れるのって、ドロンコなりながら。え、ハマってっすやとか言いながら、どんなし出し、出しするかっつってね。うーん、はい、ありがとうございます。いいな、これ楽しそう。はい。では、曲局。あ。 俺がお坊さんと思ってた人だ米津玄師で「レディ」入りましたはい米津玄師で「レディ」という曲をねラジオから浴び出しましたねかっこいい曲っすねやっぱねうんはいさっきのね「ぼっこいっての」て「ノエアなんて言ったらいいわ」つったらシャバドーンさんツイッターで「出っ張り」って言ってるんですけどなんか出っ張りともちょっと違うんだよな出っ張りってなんか壁から出てるイメージないですか横からなんかあなんすかね 膨らみ。<laughs> 絶対違う、絶対違うや。や <laughs> 後ろに膨らみある膨らみ。膨らみ気をつけて膨らみに。もうなんて言ったらいいの、これ、誰に聞いたらいいの、これ。だから、内中の人、わからん、これ、ぼっこい、まず、ぼっこい説明できないからな。<laughs> <laughs> なんつったらいいのかな、<laughs> はい。ええー、ひぶこんにちは、一鞠ピルロンです、こんにちは。アンケートのアンサー A 10年ぐらい前かな今は亡き愛犬との散歩中に階段があって今日は降りてみるって話をしながらかっこ愛犬と降りようとしたら階段手前にあった穴に左足だけ落下一瞬何が起きたか分からず痛いというよりだ誰も見てない大丈夫って身ぐるぐる落ちた穴を確認したら24センチの靴ぐらいの大きさの穴で適当に修復しときましたっていう形跡があり今思うとこれ自治会案件よねこれってあとさすがって思ったのは。 愛犬のリードはチャーカチミーでした。じゃあ。タイトル愛犬えジラ。これ一番でピルノのんが落ちたってことだよね。あら,ららららら。ああ、これ怖いな。なか。マジで骨折案件ではあるよな。うん、はい。え。うん、これ犬かっ,っていう人、この。えってうちらもわかるんだね。あ、でもね、わかるんだ俺も犬飼ってたからわかるけど。 はとかいい <laughs>、えー、みたいな顔わかるのマジで <laughs> お前これ食べるかとかってうんって言ってあげなかったらはみたいな顔するしどんなくらいクチクチクチってえー、やるなみたいな顔もわかるんですよマジである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 本当になんかゆくやっていう顔する時もあるよ <laughs> いやゆくさーややーほんとかお前っていう顔する時あるよなんか 皆様こんにちはラジオネームデイジーナポッチャリですビシこんにちは早速アンケートを B 穴に落ちたことはありませんが小学6年生の時の修学旅行でサバニに乗って降りる時にジャンプしたのに届かずにそのまま海にポトンと落ちたことあります <laughs> 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 これまあまあだなこれみんな大爆笑だったんじゃないねその瞬間みんながなんで届かなくて落ちたっていう顔で見られたと爆笑されてものすごく恥ずかしかったですほら 面白い。これドリフがやるやつだよ。これ。はい、ありがとうございます。届かないっていうね。王道のパターンですね。これね。はい。ヒープーさん新年度もかっこいいですね。新年度も t サージに投稿するのを頑張ろうと思っている。お前指ですか？はい、ありがとうございます。いつもすいません。なんか？早速、今日のアンケートは悲しい思い出が蘇ったのへ。今はあるのかわからないけれども、世の中島のもう一つ隣の公園があって。 トンブロックの上でいい加減よって花火をしていたら片足が間の穴に落ちて片足で踏ん張ってかろうじて下まで落ちないっていう恐怖の状態に当時彼氏と呼ばれていた主人はひとしきり大笑いをした後ようやく引っ張り上げて救出しやがる白状ものだったのを思い出しました下まで落ちてたらどうなってたか考えただけでいまだにぞっとしますえでは今日も楽しく聞かせてもらいますねうんタイトルそんなやつとうっかりミートンダーになっちまった うっかりで見えてんだ。なるもんな。これなはい。お前エビさん <laughs> ありがとうございます。トンブロックの上か？うん、結構じゃあ高さがあったってことか？これデジャスさ。んみんなみんな割と死にが方回ってるよね。大丈夫か？みんな落ち着くまあ、まあ、若い時だからあれですけどねあ。はい、ありがとうございます。もう気をつけてください。みんなね。あの。優しさカットしてますからね。 痛そうなところは皆皆様こんにちは草刈りして草をそのまま放置してるやつにタイガーアッパーカットメンマメンですこんにちは今日のアンケートのアンサーは A でお願いします昔中ぐすくのチャイナタウンで肝試しをした時に落ちて軽く相馬灯が見えたことありますよ穴っていうよりは50センチないぐらいのくぼみだったんですが足が地面をすり抜けて落ちたあの感覚はメインの肝試しの6倍は怖かったです イん様チャイナタウン行ったことありますか。これあるか、あの上の方にある元のホテルか。あの、<laughs> 若い時に免許取ったチャーキーの時、近くまで行ったことありますけど、中には入ったことないですね。いかん方がいいよや。怖いよー。いやー、はい、ありがとうございます。あ、もうこの五十センチのくぼみで走馬灯って見えるんですね。<laughs> 何センチから相馬灯って見えるんですかね50センチから見えるのか50センチでもでもまあまあだなあ、そうか若い時はこの歴史が短いから相馬灯も早く上映が終了するわけねはい <laughs> 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 じゃあ俺今やったら相当長いな50センチでは足りんな <laughs> そうか皆様ごきげんよう近さようと申しますこんにちは晴れが続くといいなで今日のアンサー A 穴っていうか小学校5年ぐらいの時分離したばっかりの新しい学校の裏手で、えー、泥沼にズボッとはまって足が抜けなくなったことがあったなまだ学校がきれいに整備できていなかった頃の話膝下ぐらいまではまってからどんなんして足抜いたか覚えてないさ泥沼って物理的にも精神的にも嫌だねで今日も時間まで読んだわねはい近春さんこれね俺じゃなくて俺の一緒に遊んでた 小学校の時は同級生がよゲナガがらっつってからね後ろに川があるわけさ東急所の近くにあっちにすっぽん取りに行こうぜって言って取りに行ったらよこの歩いてるところのよ下がよ泥になってからよマジでよ漫画みたいによどんどん沈んでいくわけよ。おい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 って,ってあれよあれよっていう間もう腰ぐらいまで沈んでいってからこれ本当にやばいやらにっつって何だってか棒か何か投げてこれ捕まえれっつって助けてから「上りなくなってるわ」。 ジョーリータッチのこれってのよつって裸足で帰りましたけどねあれデイジ怖かったなあれ怖いよね危ない危ないもうはいでこう、えー、皆さんこんにちはコペンライダーですこんにちは早速今日のアンサーは A 仕事で下水道工事をするときに場所によっては自分の身長よりも深く掘るときがありそのときは地面からジャンプしてますよユンボで深く掘る分には楽だけどたまに手掘りのときは難儀だなではでは 自分から落ちるパターンっていうね、はあ、もうこれあれだなどっちみちこのなんていう下に入らないといけない時はもうちょっとみんな協力してあのなんていうのかな落ちるのやってほしいよねみんなで注目してから見とけよっつって落ち方 <laughs> <laughs> 誰が一番上手に知らんふりして落ち,落ちれるかみたいなねそういう大会やってほしいですけどね、はい、じゃあコマーシャルです。 ボッコイ問題なんですけど、みんないろいろ書いてきてて、ロキさんはボッコイコ。ールコブはどうっすか？モーグルのデコボコみたいな。うん、あと、お店長さんはボッコイって出っ張りと違うんかな？うん、そんな中、僕、これ一番近いかなって思うんですけど、四軸定食愛好家さん、ボッコイコールもっこり。<laughs> <laughs> 気をつけてあんた後ろもっこりしてるからこれ一番近くないですかもっ,こいもっこりもっこりねほぼほぼ似た方にも <laughs> 説明なってんのかなこれ <laughs> こんにちはヤンバル娘ですこんにちはもちろんあります濃厚塞って聞いた時はそうねすごく深い真っ暗な落とし穴に落ちた感じがしました 3日1週間ぐらいは思うように体も動かないからずっと落とし穴の中だったけどリハビリで少しずつ動くようになった時には少しずつ明るくなってきましたよということでねそうでしたねいやそう考えたらもうすごい回復力ですよねもうだってわからんもん全然本当に一回あの濃厚そうーーなってチャーキーの時に車椅子でもね公開放送とか来てくれてたんですよね娘さんに押してもらってね いやよかったね本当。ほんとヒーブさんこんにちはミノヤナギリンタスズですあ間違えたポロリーマンですぬんくいってんねえやいや俺考えるよっつってんのよ初めまして初めましてじゃないよやアンケート B ですよ体が穴に落ちた記憶はないですねしっかりものなので穴に入れたことはあります鍵穴ビリヤード自分に座役その他です はい後ろカットです <laughs> さようならまた明日ね。ナイスカット、えー、ポロリーマンさんありがとうございます、うん、ビリヤード座薬か俺自分で座薬入れたことないなちっちゃい時にわらばん時に看護婦さんに入れてもらったことあるけどどんな感じなんでしょうかねはい。玉ていろさん ヒブさんこんにちは早速アンケート B 自分はないですけど天井裏で作業していた先輩の足が天井の石膏ボードを突き抜けて出てきたの見たことありますよ先輩足のっけるところ間違ったはずヒプさん天井裏歩くときは骨組みの上歩いてねあと新築の天井から足が出てるの写真撮っておけばよかった今見たら笑えるはずではでは新築やんば今から引き渡しするやつかこれ <laughs> はいありがとうございます さあでは1曲いきましょうかあ,あいいですねうなぎ組プラス坂本龍一で「ミルクユガフアンダークールド」入りましたティーサージパラダイス昼にボケとこはいやってきましたよ「昼ボケ」のコーナーということで今日もね一番面白いベストオゲリスト決めますよとはいお題「45歳様ランチ」についてくる「おまけ」って何 よくあの、お子様ランチとかにはね、ミニカーついてるよとかね、いろいろありますけど、あれの45歳バージョンには何がついてくるのかっていうことですね。はい。いきましょう。えー、本日一発目、ラジオネーム、シャバドゥンさんの45歳様ランチについてくるおまけって何老眼鏡。ありがたいですね。何種類買ってね。 好きなの選んでくださいっつって <laughs> 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 そうそうこれかけないとあ,のあれも見えないからレシートとかも見えないからねうんそうそうそう、えー、続きましてラジオネームゆいゆいさんの「45歳様ランチについてくるおまけって何?」<music>「サロンパス1枚これもありがたいなーあのー、お好きなの取ってくださいね」っつってねサロンパス大きさもいろいろあって伸びるやつもありますよっつってねっ これでもうほんに帰りに渡されたらちょっと変な気持ちになるな <laughs> え続きましてラジオネームさかなウオさんの45歳様ランチについてくるおまけって何問診票 <laughs> <laughs> これ何食べた後にもらうの問診票食べる前にもらうの問診票なんかねちょっと食べにくいねなんかね 自由に続きましてルパンがした藤子ちゃんの「45歳様ランチについてくるおまけって何?」<music>「お好きなネジ1個」「ボルトナットとセットにしてほしいんだよなどっちかといえば」<laughs>「何に使うわ」っていうね「あっでもあっち足りないのあったなそういえばありがとう」ってなるのかな <music> 続きましてラジオネームモートーさんの「 45歳様ランチについてくるおまけって何ウッコン、ね、お酒飲んでないんですけど <laughs> ウッコンがついてくるっていうね夜,夜のためにね持ってってくださいっつってねこれもありがたいですねでもね、うんうん、続きまして黒幕さんの「45歳様ランチについてくるおまけって何?」「中間管理職としての自覚」 これがおまけでついてくるんだもうちょっと自覚持ってくださいよってことですかこれ注意だねね多分ね <laughs>、はい、続きましてタマティロさんの「45歳様ランチについてくるおまけって何?」「チェッカーズになれる前髪」「<laughs> 前髪だけもらってもよ」「あとがネンバーよ誰がネンバーよや」みたいなね。<laughs> 続きましてエイ治伊達さんの「45歳様ランチについてくるおまけ」って何 <music> 新聞 <laughs> 渋いな <laughs> 俺まあ嬉しいか嬉しいスポーツ違いかななんかね <laughs> はいありがとう渋さよ <laughs> えー、ヒージャーパイゼンさんの「45歳様ランチについてくるおまけ」って何 ヌーガラの国旗ではなく白旗ああのご飯のように刺さってるやつが白旗なんだ俺何かギブアップしてるな俺何かにギブアップしてるな <laughs> ラスト英治伊達さんの45歳様ランチについてくるおまけって何輪ゴム <laughs> <laughs> うん、なんでよ」って言いながら「あここで使えるな」っつって意外と使えるっていうね。<laughs> 渋すぎる45歳のおまけはいということででそれましたねじゃあですね本日のベストオーリストは CM の後発表しますのではいコマーシャルさあじゃあですね本日のベストオーリスト決めますよはい45歳様ランチについてくるおまけって何

出てくる時にもうおまけもついててもう新聞読みながらランチ食うっていうね渋いですねはーいイあいあっ私これそういえばあれさ髪くびるの上等だねっつってランチ食べる時に「あれこれ上等上等」つってほらほら見てごらん。 先週もらったらこっちに輪ゴム腕についてるから3つほら輪ゴム <laughs> <laughs> 地味 <laughs> はいということでおまけ輪ゴムっていうことですね <laughs> はい45歳様のランチについてくるおまけは何かでまだまだボケてくださいよろしくお願いします45っていうのがまあ味噌ですし男性も女性もいますからねおまけねはい 55トラックさん穴ぼっこい問題ぼっこい、うん、出っ張りかな名古屋でぼっこいは古い壊れかけたものかなあ一応この言葉あるんだぼっこいっていうの福井県のいとこはぼっこいものはおぞいって言ってたうんえこれは何古い壊れかけるものをおぞいって言ってるってことへ別の言葉なってるねはい55ゴゴトラックさん ありがとうございます、うん、デコボコのデコですよねだからね。デコっては言わんしね、うん、こちらも穴ぼっこい問題 LLP さんぼっこいいガジャンに食うられて丸く腫れた感じかな、うん、だ,だから今はあの内地の人に説明しようとしてるんですよガジャンに食うられてんねやまた ハードル上が投資上や。<laughs> ぶっっこいんで余計ハードル上がったんだ。確かにね、ガジェンに食られた時ぶっっこい操作っていうより、ね、あれはぶっっこいって言わんもんね。あのタンコ部ぐらいのやつにぶっっこいえぶっっこいなトんどルをやっては言うけど、ニーブターとかあんなのはぶっっこいっていうね。うんで。あとはもうこれ直径何センチからそういうかっていうね誰誰か研究してますこれ。ぶっっこいとぶっっこい。<laughs> 上,上がりの島からどうもカジキ釣りましたです。こんにちは。アンサー A。ゲレンデで働いていた時に雪穴に落ちましたよ。朝一でリフトの支柱に登ってハンマーで氷を割る作業があるんですけど、その時に圧縮されていないところ歩くので、たまにズボッと50センチほど落ち込むことありましたよ。作業前に地元のおじさんたちが本気で注意してきました。もし自分の身長よりも深く落ちた場合は息を止めろよ。 落ちた瞬間に息を吸うと、粉雪が肺の中で水になって溺れ死ぬからよって。ええー。稀に昨日やの雪が落ちてきて、埋まることもあるから、みんなもこれは覚えていて損はないはずよ。ガチなやつやしこれ。ええー。うわ、わ、これ知らんかったやつさ。吸ってしまって、粉雪が肺の中で水になって溺れる。雪の中で溺れるってあるんだ、これ、すごいね。 はいありがとうございますこれちょいちょいこんなガチな知識が入ってくるんだよな <laughs> <laughs> はいさあイーブさんチーム独身宮古の末ちゃんですわよこんにちはハマったなそれはもう10年以上も前ネットサーフィンをしていて偶然見つけたラジオ沖縄のポッドキャストあれを見つけなければ宮古には来なかっただろうなチャットステーションをダウンロードして楽しんであらかた聞いたら えー、いやいやつまらなさそうに仕事をしている t ィーサー h a ラダイスをこれでラジオって成り立つんだなって聞いて今日はあの頃のテンションで放送してほしいなどんな,どんなメールやが俺はいありがとうございますいや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 ,いや別にいやいやつまらなそうにはやってないだろはいありがとうございます、うん、でもラジオってこれで成り立つんだなっては俺ももうこの放題でこの放題で2時間以上喋れるんだなっていうのは俺ももう。 はリスナーさんのおかげですよこれは皆さんこんにちは奥の山猿ですあはいこんにちはいつもねヤンバルの森は新緑か新緑は黄緑色から緑色に変わってきましたアンサー B です穴にはまったことはないですねヤンバルの山にはイノシシが畑に入ってこないようにイノガキイノシシの垣根の垣根が張り巡らされているところがあります 海岸に打ち上げられた産後石,産後石を運び積み上げたり放来地区を隙間なく植えイノシシが入らないようにしています明治の頃から長い間かけて作ったようですまるで万里の頂上のようですごいですあんまとこ見たことあるなあの山の中にずっと続いてるやつでしょ多分これね。このイノガキの内側に穴が掘られていてイノガキを飛び越えて入り込んだイノシシはこの穴に落ちてえ捕らえられるようになっています はい、一度見に来てください。おう実際のこれやんばるあるってことですよねすごいねマジでやんばるの中で生活してるすごい。えー「ひぶにに D さん新年度早々お疲れ様でございます」「中生まれ犬魚魚魚やいび」あそうかさっき読みましたっけねえ。 えー、新年度も指定し,し,てして本日のアンケートは「新年度早々何年?」「全くもって縁起でもないやンバーの日になるんかな?」「昔自衛官だった頃に後期教育の総集船をこぐっと書,書くんですね」「総集訓練の際に池に突き落とされたことがあるけど」はい、えー、これは訓練の一環で突き落とされる。 メメニニュューーに変えてます訓練のメニュー突,き突き落としますよ、えー、14時30分が突き落としみたいな <laughs> これあれなんだよなあのね落ちる訓練っていうのがね結構どの仕事にもあるなと思っていや多分そう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 あのだから本当にそうなった場合にどうやって例えば受け身取るかとかあ,のあれよだ足場屋の人も足場こむさこのビルとかに。 どんななっっっってててて落ちるるかなって考えてるって言ってるまる万が一落ちた時こっち勝ち見てとかここでストップしてとかって考えてるみたいなんですよ。ねじゃあ14時30分から落ちるやつ。<laughs> いやでも考えとかのやばいんだろうな本当にね仕事でやってる人はね。うん